菅官房長官は先月から公開を始めた東京元赤坂の迎賓館を視察し、観光立国の実現に向けた手応えを強調しました。まさにこの日本がですね、世界に誇れるこの迎賓館、日本の国宝というものをみんながですね、認識していただいて、こんなに私も喜んでいただけるとは思ってなかったものですから、本当に開放してよかったというふうに思います。赤坂迎賓館はこれまでは原則として年1回期間限定で公開していましたが、外国人観光客の増加につながるとして先月19日から1年通じての公開に踏み切りました。政府はさらに7月下旬をめどに京都迎賓館も通年で公開する予定です。今後は京都御所や皇居なども通年で公開する方針です。